どうも皆さんこんにちは、いたすがです。本日の動画は、こちらミサイルを作ってみたので、その作り方を紹介したいと思います。こちらどういうふうに動かすのかと言いますと、ここのオブザーバーの顔の部分ですね、ここに火をつけることでこのように動きます。で、的に当たったらこのように TNT が着火して爆発するというような仕組みになります。それでは早速作っていきたいと思います。材料はこちらになります。粘着ピストン、ピストン、オブザーバー、スライムブロック、レッドストーンブロック、 TNT、 火打ち石と内金と黒曜石になります。ではまず黒曜石を使って2×5 の土台を作っていきます。はい、こんな感じで長方形のように設置します。そしてその上にスライムブロックをこのように斜めに置きます。そして粘着ピストンをこんな感じですね、交互に設置します。次にオブザーバーをこんな感じですね、矢印の方向がスライムブロックに向くように設置します。反対側も同じようにこんな感じで設置します。はい、次にピストンをこのスライムブロックの上にこのように設置します。そしてレッドストーンブロックをここに設置します。オブザーバーの上ですね。そして最後に TNT をここのピストンの部分とオブザーバーの横の部分、ここに設置します。これで完成です。あとは火打ち石と内金でこのように動かすことができます。こんな感じで、簡単に作ることができるので、皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。